サイリウムからシュシュですね。はい、お疲れこにゃんです。なんか赤いとやっぱシャアを思い出しますね。私も思います。似合ってる、ありがとうございます。今日は初めから見れて嬉しいにゃんよ。あ、ありがとうございます、嬉しいです。今日はちょっと遅めでしたが、ありがとうございます、嬉しいです。私も可愛い、久しぶりにゃん、ありがとうございます。天使ですか、ありがとうございます。何そんなに可愛いの、なぜに。嬉しいです。女子もサイトポニーも可愛いです。嬉しい好評でありがとうございます。たまにはやっぱ違う髪型もいいですね。最近歌唱者がやっぱ多くなっちゃうので。すみません、電車の中からありがとうございます。元気ですよ。はい、3倍以上に可愛い。お、3倍の、そうですよね、得た。3倍に可愛い、嬉しい。リボン、そう、シュシュね、いいですよね。うーん、ラジオ聞きながらですか、すごい、ありがとうございます。今度リボン配信、リボン、リボンですか、あ、リボンつけて。リボンでもあるので、じゃ今度つけます。はい、つけたいと思います。海鮮チラシ寿司を食べました、ほっぺ落ちました。最高ですね。私はなんかあの豚汁みたいな味が違うんですけど、でもなんかそう、スープに豚肉が入ってて、とても美味しかったです。はい、豚汁みたいな感じでした。はい、ナライグさん、横にはもう総合力剣いきそうなのね。そうなんですよ、今日結構割とできたんですけど、そう、もうちょっとです、もう9000何本だっけな、9500言ってたけど、500何兆ぐらいで、そう、あともうちょっとなので頑張ります。はい、で21日のあの CM のあのバトルが始まる頃には聞いて、言えてそうですね。はい、スインティの大きめのリボンはブリブリの可愛いザアイドルですね。おリブガードのジムキャノンさん、いいね、ありがとうございました。あ、そう、いいね、なかなか、そうなんですよ、見させていただいててもなかなかあんまり難しいので、させていただいてことが少ないんですけど、今回は珍しく、はい、コメントにも書かせてもらったんですけど、リプか、あ、はい。久しぶりにいいねを押させていただきました。髪型新鮮ですか、ちょっと久しぶりですもんね、サイドポニー。味ごはん、味ごはんってふりかけでしたっけ。あー、メンバー牛丼の加入申請が始まりましたね。そうですね、あの SKE のもともとあった指輪が、そう、なくなっちゃってて、そう、なくなってました。で、そう、今一人なんですけど、一人でも勝ててよかったです。はい、ね、相手によりますよね。小切手のリボンもよく似合ってるよね。あ、メールの、嬉しい、ありがとうございます。あれも結構ビッグリボンでしたね。はい、お正月のお餅がまだ残ってるんですか、すごい、毎日食べて、すごい。じゃあ、あれですね、長いお正月が。お雑煮ではないのかな、でも。お餅食べたくなっちゃいますね。豚丼、おー、美味しそう。なげさん、いや、そうですね、あの、でもあの、そう、イラスト、背景とか、
称号とかそうかデザインさせてもらえたり、そうありがたかったの で皆さんもすごく頑張ってくださってて、頑張ろうと思っております。忙しい時とかできないかもなんですけど、猫のぬいぐるみの福丸ですよ。可愛いですよね。はい、ヤンコママ系劇場もリップしました。あ、ありがとうございます。嬉しいです、嬉しい。そう、皆さんの読ませていただいたりしてて面白くて、あの大喜利はい、笑いました。ありがとうございます。大保護さんもそう、なんか数回とかはさせていただいたりしてるんですけど、また1時間とか長めの時もはい作ってやらせていただきますね。炊き込みご飯みたいな、あ、思ったのと違いました。すいません。そう、サイトポニーです。ヨガヤカラーでガンプラ作るからね。あー、嬉しい、ありがとうございます。結構その推しのカラーでこう作ってくださる方もいらっしゃってね、いいですね、ありがたいですね。ミルクながら頑張ろうとしますね。ありがとうございます。いや本当にあの K 行けたのも、あ、 K 行けてないんですけど、まだ そんな強くなったのも皆さんのおかげなので、ありがとうございます。明日会議ですか。今から資料作り、大変、応援してます。応援してますね。黄色のリボンつけてよ、これ。ああ、黄色あんまりないかもしれません。確かに持ってるかな、持ってないかもしれませんね。ちょっと探してみます。はい、持ってあげよう。お疲れ、こにゃーん。関西弁で火薬ご飯って言うんですかね。炊き込みご飯のことですね。炊き込みご飯の方がしっくりきますが、ハンバーグ、卵かつ、おー、美味しそう。グラタン、もちゃ入って出てくるから、あ、そうなんですか。ハッピーセットみたいな。いいですね。向こうさんに行ったらガンダムのプラモデルがありすぎて悩みました。最近そう、お店もそう行けてないんですけど、行きたいですね、私も。うまよ、こにゃーん。関西弁なんですね、火薬ご飯。すき焼き、あ、すき焼きも美味しい。ああ、ガンダムゴンバーチ、なんか前にもなんかムムラさんから教えていただけてました。はい、キャンなんですね、今月末は。おー、 YouTube に上がって GMS の詩人をたまに見てます。嬉しいです。結構前ですよね、フルでやらせてもらって。すごい、ありがとうございます。感想を踊らせてもらってるやつですね。ありがとうございます。今日のマヨニャンも、あ、ありがとうございます。かまよ、こにゃーん。そうだ、私あの今日の公式ブログさんなんですけど、間違ってあの書いてしまってて申し訳ないです。今日なんだっけ、今日の18時半からかな、昇格メンバー含めたのトークショー、劇場で行うトークショーがあるって、今日からじゃなくて明日からだったんですよ。今日からあるってこう宣伝してしまったんですけど、明日からなのですいません、ちょっと混乱させてしまった方は申し訳ないんですけど、はい、ちょっと気をつけます。私も今日だと思って DMM さんつけたら明日でした。ごめんなさい。はい、あれなんか見方があれどうやなんか変わったのかなって焦ったんですけど、明日からでしたね、すいません。
生講座で撮影した写真を見返してるけど、横にの写真が100枚以上あるありますよ。わあ、ありがとうございます。アップしてくださったりね、ありがとうございます。ヘベロ、え、あー、発動でですか。そうですね、最近やってないですね、そういえば。逆でなくてよきです。そうですね、すいません、本当に終わってしまった、申し訳ないですね。より、はい、ちょっと気をつけます。青がのアーカイブ、あー、今プレイバック配信もやってますもんね。青春ガールズもあったんですね。おー、懐かしい。で、プラスペラ、あ、そうです、すいません。ゆずりの髪の髪を短いのと長いのがどっちが好き？なんか短い、なんかこぐらいのね、イメージが強いんですけど、そうですね、うーん、難しいな。おでこ出してる、おでこ出し、全然違うんだけど、おでこ出しがすごい好きですね、特に。髪の毛の長さは、正直めっちゃ、そう、どれも似合うなってめっちゃ思うんですよね。長くてポニーテールしてるのも好きですかね。はい。顔がみんな若かったよ。あ、昔の、そうか。前、昔の頃の青がなんですね。お、写真見たいですね、私も。アンニョンヨコニャン、アンニョンハセヨかな、え、わかんないです。え、イズリンパッツンでしたっけ。なんかでも分けてたイメージもありますね。開けてなかったでしたっけ。開けてたかな。ちょうど3年前ですか。そんな前なんですね。わあ、写真見るとでもなんかいろいろ思い出したり、こう思う、なんか気づくこととかありますよね。私もなんかこの前そう見て、それはでもあれでした、あのユニット曲がまだある頃の S 公演だったんですけど、そんな前じゃなくてもやっぱいろいろ感じるのが多かったですね。はい、なんか勉強になりますね、やっぱ。こんばんは、ありがとうございます。可愛いも嬉しい、ありがとうございます。そうなんだ、おでこ出しですよね、ことね。丸くかな、お尻ちょっと見えないけど。これ登場撮って出し写真ですか。もらえないですね。はい、あ、データで何やってんですか。マネージャーさんが撮ってくださった写真は、そう、あの SNS に足に使うよとかでくれたりしますね。クリさんのギルド、そうですよね、メンバーのギルド、なんていうんですか、ギルドと当たる可能性もありますもんね。エールも、あ、こちらこそありがとうございます。ちょっとお返しできてない方申し訳ないんですけど、あの足りなくて、はい、ありがとうございます。記念に、あ、そうですね、確かに欲しいです。データでもありがたいですけど、うん。あと、そうだ、話が変わるんですけど、ネガイちゃんとの、あの、配信ですね。コラボ配信は、多分、あの、週末で合ってますかね。今週末に、とかぐらいになりそうですね。そこら辺になりそうな予感でございます。はい、また、ちょっと詳しく決まったら、お知らせさせていただくんですけど、はい、土日とかですかね。はい。
た連絡させていただきます。あ、893日連続ありがとうございます。時間経っちゃいました、早い。再開応募も、あ、嬉しいです。昨日まででしたね、ありがとうございます。私も祈ってます。嬉しい、ありがとうございます。クーさん、本当だ、え確かにちょうどなりますね楽しみ、 ありがとうございます。ちょっとまだはっきりしなくて申し訳ないんですけど、多分はい、そこら辺になると思いますね。大学さん、強く補正方法ですか。なんかちょっとずつお買ってきましたかね。はい、あのいらない、なんていうか、かぶっての強化もできたけど余ってる装備とか、モンスターはなんだっけ、クリスタライズでしたっけな、とかでなんか素材に変えると、強化素材に変えるといいなっていうのを知りました。はいジムスリーさん、あ、ファストトレイレッドフレーム、うーん、見てくださって嬉しい、ありがとうございますやったでもそう、漢字難しい、読めてないの多いです、私はい、すいませんそば屋さんは一番早めに評価したらいいんですね。そうなんだ、わかりました。このことだけ、なんかそうですよね、なんかまたそういう配信もできたらいいですよね。やめてないの多いですこんばんは、ありがとうございます。それじゃあそろそろワタタイムですかね、させていただきたいと思います。ワタは今日のワタもリクエスト曲で初めて歌う曲になります。今日も結構不安なんですけど頑張ります。じゃあ曲を入れさせていただく前に、あ、そうだ、音楽チェックいきたいと思います。あ、ワックスでした。皆さん好きな音量にしていただいて、レッドニャンです。そうです、マカウタタイムです。曲を入れます。今日の歌はそう、早くて早いのでちょっとついていけなかったり間違えるのが多いかもしれないんですけど頑張ります。曲入りました、お待たせしました。そうですね、最近はちょっと練習、本当練習させてもらう時間が割とあるので、はい、チャレンジ曲に挑戦しやすいです。いただけば間に合ってよかった、あー嬉しい、ありがとうございます。全然弾けてなかったらすいませんが、あと下手だと思うんですけど頑張ります、楽しんで頑張ります。音量は皆さん好きな音量にしていただけましたでしょうか。大丈夫ですか。それではしたいと思います。あ、そうだ、あとリクエストいただいてた、そうだ、ハッピーランキングかな、入ってなかったんですよね。はい、すみませんがごめんなさい、でもリクエストありがとうございます。ハッピーランキング入りましたですよねはい、じゃあいきます。音量はいいですかね、頑張ります。歌下手なんですけど頑張ります。では聞いてください。どうぞ。ドキドキ、うつむかり、星ができました。静かにならない孤独な星。それでもそれでも君に会うたびに輝き強まり、夜を照らす見つめているだけ。
すり合わせは近くにある私じゃない、誰かとの明るい道もしかしてそうだったかった、君は星愛の空ならばまた目を細めてしまう、きっと交わらない、君と私の星はそれぞれ瞬いている、明日君と話すことをぐるぐる考える、一人の夜星は作られ切なされ夜が光る、好きだよなんて言えない明日が見つく、誰にも気づかれないように、そうだこの恋守は明日が見つく、手のひらサイズの小さな恋、この子今も大きくなれないけど今だけ大事にさせて、あの子好きだ、君が好きだ、星屑に混ざって思っている曲でした、ありがとうございます。あーちょっと落ちさびっていうのか、ちょっとすいません間違えちゃいましたが、ありがとうございました。ハットイコールミーさんの曲でした。はい、ありがとうございます。ゲストもありがとうございました。でも裏返らなかったですかね、ギリギリ良かったですよく裏返したので、はい、大好きだー、ありがとうございました、ありがとうございます。 Thank you for the song よぽにゃん、ありがとうございます、嬉しい、 Thank you。 疾走感がそうですね、早いですよね、だから結構必死です発音に間に合った、あ、ありがとうございました。またはすいません終わっちゃったんですけど、私が曲リクエストしますね、あ、お願いします、ありがとうございます、嬉しいです、素晴らしかった、嬉しいです、ありがとうございます、元気もらいました、やった、なんかそう珍しいですよね、あんまり主役では着ないんですけど、あ、いちごのパーカーありますねそれとそれぐらいですかね、はい、聞いて元気になりました、やった、ありがとうございます。で今日の発動はニコニコしてやって嬉しい、あー嬉しい、チョコレートメランコリー、あ、新曲ですね、可愛かったです、はい、ちょっとじっくり見たいと思います、はい出して出したいと思います、はい、出して、あ、ありがとうございます、今から発動です、はい、入ってますので、じゃあまた練習したいと思いますね。ウィンク。じゃあ、あれと、あれと、あれですね。100と、え、100、119番の日なんですか？入ってますかね、スイーテストガールですか、入
入ってますかね、どうだろう、ちょっと確認してみます。すごいいっぱいありがとうございます。わかりました。でも消防車と救急車が難しいですよね。ちょっとあんまり良くない印象かもしれないので、はい、カラオケの日でも、あ、そうなんですね。でも今日はちょっと、そうですね、あのちょっとやらかしちゃったので、やらかしちゃったと迷惑、ちょっとね、公式ブースで間違っちゃったので、はい、虹の音入ってないと思います。はい、なのであれとあれとあれですね、行きたいと思います。はい、極限太郎さん初めて言われました。ありがとうございます。はい、はい、いっぱい分かりました、ありがとうございます。じゃあ活動したいと思いますので、皆さん、あの、よかったら止めてください、お願いします。え、ちょっと待ってください。あ、OK です、行ってみます。よこにゃーん、ビーム、わーからのウィンク、できてました。からのへっ、え、あ、できてました。でへっからのペロ。恥ずかしい。恥ずかしいです。早かったですか、すいません。早く、ちょっと止まれてましたか、止まれたかな。両方できるようになりたいですね。すいません。ちょっとペコちゃん、そうペコちゃんみたいって、そうお母さんにも言ってもらいますけど、ペコちゃんみたいですよね。ちょっと今度ちょっと両方で練習してみます。はい。てへーは片目を閉じます。あ、そうなんですか、片目、あ、ウィンクでやるってことですか。あ、そうなん。ほう、え、難しい。難しいですね。難易度高いです、てへーペロは。やっぱ難しい。いいね、見れそう、ありがとうございます。はい、ということで1825人の方もありがとうございます。嬉しいです。こちらこそ楽しい時間ありがとうございました。 ありがとうございます。はい、そうですね、今日もすごく寒いですし、明日もね寒いみたいですし、でね、感染者が本当に最多数、最多数っていうんですかね、あのね、上回って、最多、え、日本語が難しい。最多数を上回ったみたいな、そのニュース、今日ニュース一緒に見たんですよ。はい。そうだから気をつけてください、皆さん、本当に健康を祈ってますね。怖いですよね、本当に気をつけてくださいね。はい、ということでありがとうございました。あ、そうですね、あの小学のトークショーは明日に、明日あります、明日です、18時半。はい。よろしくお願いします。私は出演しないんですけど、よかったらぜひ見ていただきたいですね。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました、今日も楽しかったです。それでは明日も配信させていただくので待ってますね。ありがとうございました。リガイちゃんとのコラボ配信も、決まったらできるだけ早めに連絡させていただきます。ありがとうございました。シャチホコ、夢でも会えますように。フェイスブヤコニャン、ありがとうございました。ありがとう。
とうございます。明日もお待ちしてますね。